まだまだ、まだまだやりたいことがあるんですか。あります。何内緒なんですかそれ。はい、内緒なんですか。ちょっともう本当細かいところですけど、いらないところはそぎ取っていくと。なんかラインが綺麗ですよね。そう、ラインはこだわりました。社外入ってるのにあんまそういう感じがないですよ。いつもこの黒がすごいわ。どうやってこの下のところとかすごい傷つくんですけどね。ほんと綺麗ですよね。気をつけてもどうしてもついちゃうんですけどね。綺麗だな、しかし。どうやってんすかってくらい。今も貼ってるんですか。貼ってます。あ、やっぱ。はい。結局一緒に行く仲間は車高担当です。後ろ走るね。後ろ走ると飛びしまーとか。こうブレーキとかってイベントで注目集めましたか。はい、やっぱりそうです。でもやっぱりカーボンローターは言わないとみんな聞いてる。わかんないですか。はい、あ、そうなんだ。ね、色も変えたし。そうですね。まとまりはでも出たわけですしね。出ましたね。ね。そうですよね。浮いてないですもんね。ワイパーとかエレガンシンカル両方ともレンジャーなんです。ブレーキも軽いじゃないですか。だから乗り心地もいいですか。乗り心地は、やっぱ。はい、ね、綺麗ですよね。こういうとこもう、結構あるんですか。塗り直したりとかもしてるんですか。ここはあれですね、やっぱり一応ちょっと、うん、チッピングっていうか触ってるとちょっとザラついてるんですけど、このチッピングでちょっと塗ってるんですか。そうそう、塗ってるんですけど、これやるとやっぱ違うんですか。違いますね。汚れが目立たないようにわざと。あ、ここだって。そういうことか。もう黒目立ちますもんね、ここね、ここ。そうなんですよ。あ、そうか、全部やってるんですか。やってます。あ、すげえ、はい、綺麗だな。こういうとこもやっぱり 見られますもんね。見られます。中がね、剥がれてるとか、剥がれてるとか、そうしてるとやっぱり。細かいとこ蹴ってない。もうやったらそれはそうそう、ね、シンプルなアクセント。アクセント。遊びな。遊び心ちょっとちょこっと入れた。ウィンナーあるとか。そうですよね。ちゃんと一番作ってもらって。これもそうですね。はい。まあまあ。細かいとこ多分見れば結構あると思うんですよね。こういうとこですね。そうですね。これもこれやってる人もあんまりいないですよね。モールファルカとかトランプとか。もうスムージングしちゃったっていうの。はい、こういうのってあんまりいないですよ。いないイベントでも、はい。あ、そうだ。フェンダーとかはどんな。フェンダーはあれですね。強化フェンダーで。あ、いい。そうですね。はい。お、硬そう。あ、触ってます。いいですか。全然ちゃんと硬いんですよ。あれ、硬って。はい、補強してる。これじゃ全然大丈夫ですか。そうです。うわ、すげえ。年間巻いてもホイールがいっちゃうぐらいです。じゃあ相当硬いっすね。硬いです。本当に歪みがねえもんな。これすげえな、はい、あー、すげえ、マジ綺麗。これか、これ。あ、そうです。どうしよう。これ後ですもんね。後です。これこだわりがやっぱ半端じゃないですね。オーナーポールはちょっといい、この仕様だと。あ、はい、ちょっと合わないかなと。仕様がスポーティー。そうそうですね。コーナーコール合わない。あの唯一のねスタイルですからね。そうなんですよ。ヘッドライトもね変わってますもん。そうです。沖縄のブラックブルーメガネ。これ分かる人います、イベントで。いや、分かる人は分かるんですけど、大体分かんない。純正ですかって。純正が緑なんですよ。緑ですブルーブラックっすもんね。そうです。これ綺麗ですよね。あとここの、うん、そうですね、はい、本物ですか。すごい、本物入れたんだ。そうです。やっぱ違うな。本物じゃない。本物だ。やっぱ違いますね、見た感じが。もう全然。あとエアロの加工も全部やってますね。そうですね。実は違うんです。短縮して、そう、あとはナンバーを位置下げして、そう、位置下げってあるんですね。で、材料はあれ、そう、スムージングして、ラインを揃えるために、そうで、出したくなかった。スムージングっすよね。あ、そうです。はい、これも何気に、そう、結構大変。スムージングしてこれもすっきりしますよね。これがあるからですね。いらないんだ。ピラーは何かやったんですか。ピラーはやってないんです。ノーマル元から。でもしかし綺麗だな、はい、マフラーカッターもね、買ってますよね。そうですね。
221の M15 の。これはあなた気づく人いますかね。東北行きと。わかりますやっぱ。あさすがっすね東北の方は。まあまあほぼ完成形というか。もうやりようがないですよね。ブレーキもホイールも最高スペックというか。